命の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。アシェンフレイジが襲われてる。クソ、やらせるか。この反応、姉さん。私は人類の敵になったの。もう地球へは帰らない。何を言ってたの。君がフィオの双子の姉か。自我は残ってるんだな。何この無罪。この言葉を選べよ。傷つくだろ。こんなのに頼っちゃって。フィオは相変わらず一人じゃ何もできないよね。私は違う。私は一人で何でもできる。逃がすか。待ちなさい。今は艦隊の護衛が先よ。何言ってんだ。フィオはエストを取り返しに来たんだろう。今捕まえればそれで終わりじゃないか。ちょっと前を見て。うわっ。バカ、何をしているの。早くドライブ軌道に復帰しなさい。フィオが邪魔するから。早く艦隊に追いつかないと取り返しがつかないことになる。ああもう分かってんの。こんな時までよくそんな冷静でいられるよな。あなたみたいな単細胞と一緒に死しないで。データベース該当なし。ファイルーンの新型よ。また新型かよ。リオのデータベースって古いんじゃないのか。そう、姉さんと違って私は途中で脱走したから全ての情報を持っているわけではないわ。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりに知ってるわね。あなたの恥ずかしい話とか。な、そんなもん。今はそれどころじゃないだろう。この新型には地球人の素体として使われている。おそらく火星で戦った機体。なんだって。フィオやエストと同じってことか。正確にはルーキス研究の過程で生まれた亜種。彼らの体はもう。そうか、今楽にしてやるからな。よかった、無事だった。遅い。これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。フィオがエストを助けたいって言ってるから。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ提督。ごめんなさい。君のことは信用している。隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたいに。来たよ、グラートさん。
なんだこいつら、地球軍じゃないか。テイト君、この信号、機関リタアクシスだと。それでは彼らはあの決戦艦隊だというのか。なんだって。でもグラントさんは何をしているの。迎撃しなさい。くそ、うまく脱出してくれよ。ジュニス敵機関から高エネルギー反応、手法をくれ。ちゃんと見えてるぜ。どうした、ピオ。どれも人なんか乗ってない。この艦隊はルーキスが作り出したまがいものよ。そう、これはあの時の再現。兵士たちの嘆きが聞こえるからか、私たちのパパの叫びが。姉さん、決戦艦隊の態度を立ったのはファイルーンじゃない。他ならぬ地球人自死。君は一体何を言っている。説明しろ。うるさいよね、このメガネハゲ。ハーゲではない、これ遊っているのだ。でもそんなこと言っちゃダメだってパパから教わらなかったのか。いいか、もう一度言ってみろ。貴様に一週間甲板清掃をさせてやる。もう行っちまったぜ。やっぱ機関はでかいな。さすがのあなたでも切る気にはならないかしら。そんな奴がいるなら見てみたいね。そう、放置すると友軍にとって脅威となる。砲台くらいで黙らせておきましょう。とどめは我が艦に任せたまえ。リタアクシス、ド発展キャノン、撃ち抜け。あの時もそうだった。同じ連合軍の手によってリタアクシスは落とされた。そんな、あのアイルーンが。ピオは知らないのね。評議会の連中は決戦艦隊を送り込む傍らで極秘にファイルーンと交渉を続けていたの。そして休戦協定が結ばれ、評議会はファイルーンが望むものを差し出す代わりに仮初めの安寧を得る。ファイルーンが望むもの。アキス、ファイルーンの人体サンプル大正解。隠して地球を守るために使わされた勇者たちは一転、ファイルーンに捧げるクモスへと変わります。私たちと同じようにね。それで仲間割れを慕ってるか。ガッテン、何も変わりやしない。隣人と手を振り合うことなんて最後までないんだよ。お前たちも評議会に疎まれているんでしょ。この戦いの先に幸せな未来なんてありはしないのよ。だから私がこのルーキスの力でキレイサスパイぶち壊してあげる。死ねー。エストあれ
れ慣れしいぞお前。わかったでしょピオ、私の可愛いピオ。そんな男は放り出して一緒に何もかも壊しましょう。やめろよ放り出すとか、本当にやりかねないだろ。それでも踏みて相手は前だよ。パイルーム、奴らは自らを機械化しすぎた。命をどう扱っていいかもわからない。人間の方がよほど怖いわ。そうでしょ。そんなこと。そっか、私たちもう違っちゃったんだぜ。まるでアーセンと。ピオには愚かな仲間たちがいて、私には何もない。パパも、ピオも、私は、私は。迷うな、ピオ。俺たちの目的は変わるわけじゃない。あの場所には私たち。エサ、パパ、私は。いいさ、行こう。エストを連れ戻すんだ。全艦、これより移動惑星内部に突入する。ここからが正念場だ。ガッツだ。ガッツで行くぞ。